着きた。はい、本日ズボキャン特別編、福井のカズさん所有、これは家でかすぎんでしょうよ。福井別荘にやってまいりましたとさ。さあ今草刈りをしてるらしいですね。はい、奥の方でね、すごいな、またいっぱい。危ないからね、離れておいてくれということで、石が飛ぶというなんかことらしいんでね、ちょっと侵入してみますか。うわぁ、まあ、仲良か、一回外だな。まあ、コムチンさんがね、今日ちょっと渋滞してたんで遅れるって、あの3人の LINE グループに入れたらコムチンさんから連絡があって、じゃあ代わりに買い物しとくんで何か色もありますかみたいな、じゃあこれとこれお願いって言って、言ったらですね、あの買ってきてくれることになって、じゃあ直行するねって言って、僕もね当初15時予定だったんですけど、今、15時25分でまあまあ遅れて到着したんですけど、コムチンさんが今あと15分で着きますっつって、なんか申し訳ないなと思って、ね、買い物行ってもらったから遅れたみたいな感じになっちゃってます。そういうことがありました。なんだここは。もともとカフェだったのかな、はいはい、これ大変だろうね。勝村工務店ですげえ作業やってるから終わらんだろうな。手伝いに来たいけど、やれることあったら手伝いたいけどな。にしてもこれ1ヶ月ぐらい住んでなんかやんないと何の役にも立たんどってレベルの、ほら道があんや、道が、よいしょ、はいはいはい、あ、やっと裏側だ、でけえ、ここもなのか、こりゃ好き放題できますね。うわぁ、すっごい海と山に囲まれたすごい素敵な立地ですね。うわぁ、すごいね。今日はね、ここに初めて来て、ここでちょっと一泊しようぜっていう、ズボキャンです。で今、カズさんが草刈りしてくれてるのは、ちょうど僕らがテント建てられる場所を整備してくれてるっていう形でございます。いいですね。この石とか、これ何これ、てかもう方角がわからんくなってきたもん。ここももう道を作っていかないといけないんじゃない、あるわ本当これ道あるわ。ここをねゲットして、ここを整備していこうっていう気概、もうやはりと言うべきか。ここがさっきなんか私が一人で撮ってた場所ですね。庭の裏から登場、竹蝶々、これ何、これ、これ何、池か、探検や、探検すごいね。あ、でこれさっきのとこか、でぐるっと回って手つかずの場所があっとあって、で庭があって、で建物がある感じです。いやー、さあ次はちょっとこの縁側の方へ行ってみましょう。すげえ広い、さっきの入り口があって庭、あって、でこう行くと、はい、来てこれよ、この海、景色ええの、ええやん、で裏側で、あっちで作業してますね。近くに行くと危ないからね。大丈夫ですよ、もう。あ、終わりました、はいはい、近かりきなんで。あ、お疲れ様ですね。どうぞどうぞ、あ、本当ですか、どうぞ、うちのところにも、あちら撮影されてますね。お邪魔しますね、本日は。どうぞ、今回のゲスト、はい、公認さんでございます。どうもです。どうも、昭和のアイドルです。年齢的にもね、昭和のアイドルはなんとかなるんじゃないかなということでね、昭和のアイドルです。はい、一生懸命今我々のためにですね、さ、狩りをやってくれております。ここで、今日は泊まるのでね、めっちゃ買った、ドバー、うわ、うわ、どうすんのこれ、燃えるゴミですか、堆肥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 、コミチンの、あ、そうかそうかそうか、使うやろ、コミチンは、コミチンこれ使うわ、コミチン15キロぐらいいるっつってた、ね、うん、もうちょっとやる、うん、いやいやいや、すごいですね、トレジャーなら明日も新鮮。あれは本当にあの厨房に欠かせないあのやつですよ、あそこにね仕込んだやつ入れてですね、冷蔵庫に入れるとね保存が効くんでね、はいはいはい、いつかここでなんかご飯でも振る舞うんじゃないですか、夢が膨らみますね。あ、コミチンさん、こんにちは、すいませんね、なんか今僕が遅れるって言って、はい、代わりに買い
はい、横道さんいるかなと思ったんですけども、いえいえ、あの僕の場合はですね、はい、ナビ入れずに来てちょっと見積もりが甘かったですね。甘かったんだ。もうちょい早く着くと思ってたんだね。もっと近いと思ったんですけどね。いやでも、はい、あのマグニーの場合どっちみち途中スーパーなかったですよね。なかった、はい、本当になかった、まあ、それも思ってたんで。ありがとうございます。本当にいえいえ、ちゃんとバッチリ買ってあげますんで。お疲れ様でした。任せてください。今日はカレー楽しみします。イエーイ。草刈りポイントから入ります。おトイレだ。あ、すごい逆走。今ですね、お互い取り合ってるこういう感じですね。おダブル死後デギが会話してる。あら、小野助さん、あ、小野です。小野助さん。実写版ですよ、実写版。いや、逆ですよね、僕が。よく見たら一致。もちろん。実写版やん。僕が言うセリフでしょ、それ。いや、実写版。実写のカズさん。はい。実写のカズさん。どうも。見飽きてるで、実写版。話を BGM にぐるぐる回りましょう。わあ、ほらほらほら、 Wi-Fi ありますよーって、うん、どうもないよーって。俺がもともとあったやつか。めっちゃすげえ。そうですね、厨房がまたかっこいいですわ。厨房ですわ。厨房ですよってね。厨房ですかっつってね。ええ、こっちが、ああなるほどね、こっちが厨房の人とか従業員さんの入り口だね、多分ね。ここ出ると、はい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 、ありました。小道の車待った。でけえ。あ、見てください、スタッフ、あのスタッフオンリーが書かれてました。ここだからスタッフさんが入って、ここに、食料とか保存して、ここなでっかいのあるもんね、冷凍庫が。いいなあ、かなりの広さじゃね。ほらかわいいよね、こういうのマグネさんに書いてもらって。マグネさん上手だからな。でハードルを上げておきます。すごいね、上も見てください。ほらあそこにいるの空調なのか何なのか、あの手裏剣みたいなのがございますけれども、あれくるくる回るんですかね、なんだと。はい、でこっち行って、でさっきの庭のとこか。あーなるほど、さっきの庭の入り口があって、でこっちで草刈りしてますね。すごいこう景色がいい。え、ここはなんだ？あ、どうも、いらっしゃいませ。あ、大将、すいません、今日はお待ちしておりました。大将、お邪魔します。民宿みたいですね。すごいね、すげえ。ここマジで住めるじゃないですか。めっちゃ中綺麗だな。うわ、見てください、これマイクラでなんか作れそうなね、エアコンがついてて、すごいね。お、コミチンがいる。コミチンもやってる、すごいワードで入り込んできたね。あ、トイレがあります。あ、ここですね。これがコミチンさんが言ってたとこか。お風呂ためようよこれ。すごい、見晴らしやばすぎるね。誰に見られる心配もない、この感じめちゃいい。銭湯や、もう民宿ですね。で上もあります。すごい、わあすごいこれ。わあすごい、このこのシャワーたまにちょっといいビジネスホテルにあるシャワーヘッド。これ何、これ何、これマジで、これうわ、よっか出るなこれ水。普通に民宿みたいな感じで使ってたのかな。わあ涼しい、なんて景色で。ちょうどねこのベランダのここからお風呂がある。あ、どうもすいません、素晴らしいですね、ここ住みたいし、いい別荘になりそうですね。すごいいいでしょ。めちゃくちゃいいですね。2階からの景色が、ね、めちゃくちゃいいですね。いいんですよ、そこ。これは来てます。まだ買ってる。すごいな、これはすごいぜ。こういう景色よ、勝村旅館だよ。サムネに使えそう、さっきからサムネに使えそうな絵がたくさん。
福井別荘を堪能したところで、我がエブリーから久しぶりのテントを出したいと思います。きゃー、これと寝袋とかどうかね、いらんかね。あとまあペグとなんかもろもろだな。焚き火はまだできないんで、調理はガスだね。マグニーさん、あ、プレゼント。なになに、プレゼント。あ、やった、マジで、本当に。コミチンカレー、マジで30パック。やべー、やった。俺ない、俺ない。カズさんにこの2箱をあげますんでね。やった、多いやろ。スタッフ人数がね、うん、すいません、すいません、いますんで。やった、マグネー多分ギリ喜びする。うちもちょっと最後いいかい。はい、あ、締め1本目のね、ぜひ。やった、召し上がレンジャーで。召し上がレンジャー、やったー、すげー、これありがとうございます。はい、無造作に入ってますんで。無造作にね、お願いします。ありがとうございます、いただきます。先ほどコミチンカレーをいただき、なんとカズさんの方の動画でおそらく出てますが、いただきました。サンデーマウンテンさん、ありがとう。めちゃくちゃ可愛いランタン、ここ今日使っちゃおうかな。見てください、私はいただき物でもうパンパンになってしまいまして、幸せの極みであります。ありがとうございます。これからまあテント立てますかね。今日は揚げ物でね、ちょっと行こうかと思ってるんで、鍋も出されてですね。はい、前のあのコムチンと2人やった時はあの借りっぱなしね、本当は返したかったんだけど、あの雨で返すことすらできなかったマットがそのままあって、これを今日使って、寝たいと思います。いやー、最高のロケーション。ほら、というわけで次は後半というか、テント立てて飯作って翌朝の様子を次の動画でご覧ください。では、お二人の動画もぜひご覧ください。小道さんの方では確か、イベントのやつが公開されてるかな。まあいつ、うちのがいつ公開になるか分かんないから、まああれですけど、イベントまでには出しておきたいですけどね。はい、ではまた次の動画で。